三体設計は中国の三国時代の儀で聖子年間に刻まれた五経を記した石碑。儒学では経典を経典と読むため、設計は設計と読むのが正しい。元碑年の言語により静止設計とも呼ばれる。古文、天書、霊書の三つの書体により共通のテキストが書かれていることから俗に中国版ロゼッタストーンと言われる。 原石は断片が5つ残されており、中国の落葉博物館と日本の台東区立、書道博物館のほか、複数の個人が所有している。三体設計中国でいう、設計とは、朝廷の学府において、五経の定本を一心に刻み、学習用の教科書見学府のシンボルとして建てたものである。実はこの時点で、主都落葉の学府には、 わずか70年前の五冠の旧平成4年に建てられた、期待ら設計が残っており、事実掘られた文献は、そちらとほぼ完全に重なっている。それにもかかわらず再び掘られたのは、関内に起こった大論争、金庫分論争の影響によるものである。当初館では九伝などによって伝えられた経典を、霊書で起こしたテキストが使用されていたが、後に、 信代の噴所政策を逃れて隠されていた、破壊以前の古文で書かれたテキストが続々と発見され、そのどちらがより正しいテキストであるかについて大論争となった。その結果、今文テキストを正当とする今文派が勝利し、古文の学問は民間で行われた。義になると、漢という国家の後ろ盾を失った今文の学は衰え、 定芸や大仕倉の古文の学問がおもんぜられるようになったが、寛代に作られた北平設計には当然ながら、今文の教師か含まれていないため、古文の教典である古文少書、春秋佐史伝を追加して、北平設計の横に立てた。これが三体設計である。碑文は上述した通り古文、天書、霊書の三つの書体により刻まれている。刻み方はまず一字について、 上から古文天書霊書の順に刻み、次の文字をまたその下に同じ順番で刻むという形式になっており、通して読もうとするとかなり煩雑である。断片のみが残されている状態のため、一行の字数及び全体の行数は諸説あって不明である。書風については、学府の教科書という性質上、模範性が優先されている感があり、同時代の霊書比や、 広代の天書碑に比べると、あまり個性らしい個性はない。古文の部分も、当時古文による書をものした学者、簡単厚紙のものと比べると劣るという。この設計は、期待設計ともども精神の英可年間に破壊され、以来行方がわからなくなっていたが、死んだ今津から中華民国初期にかけて続々と出土し、交渉学の研究に供されることになった。 研究は常実した、通り書としての個性が薄いため、主に漢字研究、特に古文研究に用いられた。文字としての古文は長いこと、説問会時に参考として収録された文字くらいしか、資料がなく、詳細に不明な点が多かったため、貴重な追加資料として歓迎されたのである。このため現在でも、書籍として扱われるよりは、古文研究の資料として扱われるのが普通である。 ありがとうございます。